では出発します。歩いても10分ぐらいかな。少しね歩いて行ってみましょう。こんな感じでね、行くときはね歩いて行ってみますよ。寿司ざんまい、寿司ざんまい今どこにでもねある感じ。この横断歩道を渡ります。私が、築地駅からね来ました。この左側にね築地本願寺があります。見えてきます。ちょっと今ね変になっちゃっていますけど、はい、見えてきました。これね築地本願寺。築地本願寺さんですね。見えますか。ちょっと今日はね中に入らないですけど、浄土真宗かな、ここは。また次の機会にね行けたら行きたいと思います。このね左側にねカフェがねできて、築地カフェって言ってね、ちょっと朝食とかね美味しいのが有名なところがありますよ。じゃあ今日はちょっと素通りで、すいません失礼します。また来ますね。波よけ祈りさんに向かいたいと思います。少しね歩いていきましょう。橋に当たるんですけども、その橋のね手前の右入ったところに波よけ稲荷さん、築地波よけ稲荷さんがありますよ。少しね歩いていきますよ。今日はとても日差しが強いです。ちょっと暑いかな、帽子か日傘が必要な感じですね。はい、ここはね魚河岸会館って言って、中にもいろんなお店さんが入ってたりします。勝どき橋がね先方の左側にね見えてきましたので、もうじきになりますよ。そのね手前にいろんなねお店というか、寿司大さんとかもいつも行列を成しているお寿司屋さんですよ。そこ勝どき橋なので、これを左に曲がります。じゃあごめん、左じゃなくて右に曲がっていきます。そうするとね、もう左のね奥の方に見えてきます。本当にね築地場外の端っこ、勝どき橋の端の元というか手元にねいらっしゃるんですよね。ずっと築地のねいろんな市場で働いている方々とかね、お店の方々とか築地の方を見守ってくださっています。見えてきましたね、あそこが波よけ稲荷さんです。築地の波よけ稲荷さん、正面から入りましょう。本当にねもう端っこなんですよ。端っこが門構えになります。はい、じゃあね入っていきましょう。まずここで鳥居のとこで一礼、
はようございます。そして最初にね、このハグロさんっていうね、こう、あ、その前にね、ここにね、ヘビ石さんがいるんですよね。わかりますか、ちょっとヘビ石さん。そしてね、このハグロさんで最初にお参りをしたいと思います。はい、二礼二拍ございます。はい、じゃあね、次こっちはね、後で、こちらが本堂ですね。こちらでお参りしたいと思います。二礼二拍です。初めてお参りをする方は、ご自分の住所とお名前、会社名などを伝えましょう。2回目以降はね、お名前だけで大丈夫です。心の中での声を出してもいいですよ。すごい、急にちょっと映像が変わってしまいました。でね、おはぐろさんなんですけど、ちょっと本堂にねお参りしてから、ちょっと映像がね急に変わってしまったので、見て、今ね、このおはぐろさんのところをご挨拶終わったら映像が戻りました。不思議ですね。少し見てみましょうか。これね、卵塚って言ってね、これでやっぱり市場などでね、卵を扱うことが多いので、こういったものもあります。いろんなね、アマテラスオオカミ、おお三上とかね、大食いの神琴さんとか、いろんな方がね、お祭りしてありますよ。ね、築地ならではの寿司塚。ね。こう、干支ごとにね、いろんなものがお祭りしてあったり、ここがね、やっぱりね、お魚のね、塚があったりしますよ。こっちはお稲荷さんもね、あったりします。とても神秘的な場所ですね。あとね、ここね、面白いのがね、波よけ神社の七福殿って言ってね、面白いでしょ。面白いよね。イカモンテンさんとかね、ベンサザエさんとか築地ならではのね、七福神さんが並んでいます。はい、ということで波よけさんを後にしたいと思います。
じゃあね、また出るときにご挨拶をしたいと思います。ありがとうございました。ね、ここがね、築地波よけ稲荷さんです。だいたいね、お店に出る前にね、時折自分が行きたい時に急に来ています。今日もね、急に行こうと思ったので、マイクがあってよかったです。じゃあちょっとね、築地の場外を少し見ながら帰りたいと思います。覗いていきましょうか。あれね、神社とかにね、行くとすごくすがすがしい気持ちになったりします。ここね、場外です。どこだったっけな、私はね、この気分さんで、肉まんをください。ね、10個、はい、大丈夫です。はい、10個ゲットしました。はい、すごい松茸だ。漬物屋さん、いろいろなね、お魚売ってます。ということでね、築地場外を後にしたいと思います。じゃあこれからお店オープンです。今ね、お店に戻っています。あ、こんにちは。今ばったりね、不動産屋さんに会いました。うちの店舗の不動産屋さんにお会いしました。しかし今日は暑い、日傘が必要。暑いですね。築地本町戻ってまいりました。そこがね、築地の駅です。日比谷線築地の駅、お店はね、築地駅からだいたい3分ぐらいかな。はい、ライオンさんが背中になりました。もうちょっとで着きます。テレワークとかでね、この辺オフィス街なんですけどね、人はね、だいぶ減っております。前ほどね、人のね、出入りというか少ないと思いますよ。もうじきつきます。高額住宅、私いつも買ってるの、お店の近く、水戸銀行、ダイソーさんとかね、見えてきたので、もう近く、このね、大祖さんの隣のビルがお店です。ここね、大祖とかね、パパスとかも入っている大きなね、ビルなんですけれども、隣けど、はい、ここが天狗のお店です。お店、ちょっと、じゃあね、これからね、お店をオープンしたいと思います。はい、じゃあね、お店に帰ってきてね、すごいね、チカチカしちゃってね、ここ一番波動の高いところなので、すごいね、どうしてもチカチカしちゃいますね。ここね、あの龍神様がね、上にいたりね、ここね、ヘビ石さん、蛇紋石さんがいたりして、とても波動の高い場所なんですよ、ここ。なのでチカチカしていますね。はい、じゃあ波よけさんに、ね、行ってきたので、ここでいつも朝ですね、お水を交換してお参りしています。波よけ稲荷さんとね、
天正高校大臣さん、左側にね、三峯さん、三峯神社秩父のね、あげてございます。こちらで毎朝ね、手を合わせています。お隣にはね、楽神寺さんもいます。満月ヒーリングも受付していますって、なんかここでコマーシャルしています。はい、ここでお参りしたいと思います。後ほどね、龍神様メッセージお伝えさせていただきます。もう一度行ってみますか。やっぱりね、ここね、チカチカしますね。波動の高い場所です。これショップ内ですね。こっちに来ると収まるんです。まだありますけどね、チカチカはしています。ここまで来てもチカチカしていますね。やっぱりね、あそこだけね、ちょっと電磁波が違う感じになると思います。はい、じゃあ後でね、龍神様メッセージお届けしたいと思います。ではね、今日の龍様です。はい、今日はね、紫パープルね、バイオレット色をしたね、龍神様がお見えになりました。紫色の龍神様初めてかな、あんまり見たことない、いるのかなっていう感じですけど、紫色の龍神様でした。メッセージとするとね、冷静沈着とかね、なんかこう落ち着いてって、あんまりこう慌てないでっていうことをおっしゃっております。ので、まあこれからね、また冬至に向けてっていうところで3ヶ月ぐらいかなの間でね、やることたくさん出てくるかと思うんですけど、やっぱ見極めっていうところがね、とても大事だし、あとね、自信を持つっていうことね、なんかこう私なんかとかって思わないで、自信を持って前にいろんなことをチャレンジして進んでいくっていうことをね、やってみてください。はい、それが今日のね、龍様からのメッセージでした。ありがとうございます。最後に、ね、お知らせなんですけど、10月の、ね、2日3日の土日でね、東京ビッグサイトの癒しフェアにね、エミリーハート出店をいたしますので、もしよかったらね、お時間あったらぜひ遊びに来てください。天然石の、ね、販売とね、あとね、ちょっとクイックでね、カウンセリングをね、少しさせていただければなと思っておりますので、よろしかったら遊びに来てください。東京ビッグサイト有明になります。じゃあまた来週お会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ。